茶蓋が開かへん、いった綾鷹が開かへん。ちょっともう疲れて力も出ない。翔くんファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。これ開かないな、全然開かない。開いた開いた。なんかさ、配信しようと思いながらさ、ツイッター見ててさ、あーって見てたらさ、タイの博物館、タイ、バンコクかなにある博物館に興味持ってちょっと調べてもったらこんな時間になってもらった。もうめっちゃ無駄な時間過ごしたマジで。お疲れ様、2公演とも楽しかったです。来てくれてありがとう、めっちゃありがとう。楽しんでいただけたならもう言うことないです。もうありがとうございます。飯食いに行こうと思ったら配信始まった。もうあれやな。え、飯食いにって今の時間やってんの？どっかイヤホンして聞くしかないね。ちょっと今メイク落としてるから待って、顔出すのな。久々に配信来られた、こんばんは、来てくれてありがとう。岩野夫さんのファンレベルが上がりました。リナッチ応援隊になったと。いつもありがとうございます。この演目ガチやばいわ、本当に。なんだろう、 SM オペラがめっちゃ楽に感じてしまうぐらいこの公演やばい、大変すぎる。全集中したのに噛んだしな、噛んだっていうか、いもう意味が分からない、許せないどうやばいの。稽古重ねていくうちに、まあセリフが多いなって思うことは減ってんけど、会話劇はもうテンポめっちゃ大事なんで、なんかでずっといるから、ずっとステージ上にいるので。一生気張ってるんですよ。ワッキーさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。あと今日さ、ビビったんがさあのダンスのシーンでさ、1回目のあそこの時にさ、後ろに行く時に自分の顔面を殴ったか引っかいたか分かんないんだけど、でその引っかいたところがちょうど顎、唇下顎、ほくろの真横ぐらいにあるなんか大きなニキビでさ、
こガリってやってさ、もう痛すぎてマジ血出たんちゃうかっていうぐらいびっくりするぐらい痛かったん今日けどね、なんともなってなかった。うん、まとめるポジションだもんね。そうなのよ、ケツを取りますって言うからね。手振り上げる、そうね、手振り上げるポジポーブ、あのダンスね、あってね、後ろにバーって行くときに自分の顔面なんで引っかいたんだろう、すっごい痛かったんだ本当に。うわ終わったと思って、顎から大量出血と思って、なんともなかったっていうオチなんですけどね。メイク落とせたかな。いや爪ね短いんだけど、短いけどやられたね。もっと鋭かったらやばかったかも。なんともなくてよかったっす、ほんとそれ。こんばんは。うわもうこのまま寝たい、寝たすぎる、寝たいよみんな。今ね布団にいるの、私布団にいるのよ私。音なし配信と思ったら Bluetooth イヤホンに接続して聞こえんかった。あるね、あれと思ったら Bluetooth につながってた。あるある。あるある。ガチ眠い眠い。そりゃそうや、もう2時やもんな。みんなも布団の中ですか。あ、この背景の派手さ、なんかあれだって、なんかシンデレラらしいで、どういう意味か知らんけど。お、6連勤目終わった、お疲れ。あと明日か。ん？明日？頑張れ。朝ならもう寝なきゃじゃん。眠いと言いながら続けてくれる、はい続けてます。布団の中です寝ます。うわーずるい、ずるいぞそれは。ちょっとちょっと、私も寝たい俺も寝る。帰ってきてちゃんとご飯食べた
私はまだ寝ません。おお、いやこれさ、やっぱ本編の方ってやっぱ緊張するんですよ。特別編の方は台本がない大変さはありながらも、なんかまだ気持ちは楽なんですよ。でもね、だ今日さ昼公演終えて、これ明日やばって思った。何時間あるっけ、3時半、14時半開演だっけ、13時半開演だっけ、19時半終わりとかやったかな。うん、うん、私今なんて言った、15時半開演と19時半開演、あんま休憩時間がなかったような。2時半と19時半ありがとう教えてくれて。あ、そうか、じゃあちょっと時間余裕あんのか、枕持ってこうかな明日お、山ちゃんステッキありがとう。やっぱシンデレラ、なんでシンデレラ。特別編は楽屋の様子見てるみたいなとかあったかも。ですよね。楽屋で飲んでたのはルイボスティーですね。あ、ルイボ、そうそうそう、今日さルイボスティーお茶、飲みながら帰ろうと思ったの。パック持ちながら帰ろうと思ったの。あれよ、楽屋に忘れてきた、最悪。公演時間は約100分ないぐらい、いやあるかな。アフタートーク一応やってて、とはいえトークっていうほどのものではないんですけど、ショーパンレインボースターありがとう。 Thank you。 そうで帰りさコンビニ行ってさ、もう一回ルイボスティー買おうと思ったら売り切れです、ふざけんなよって。誰そんなルイボスティー買い占めたん。コンビニで働いてないから仕組みはよくわかんないけど、帰宅中ドン・キホーテ寄ったら、え、何が値上げされてたの。アフタートーク含めるとだいたい120分くらいかね。あ、そんなあった。え、そんな喋ってないやろ。え、わからん。楽しい時間はあっという間でって感じかも。え、ルイボスティアローソンで600ミリ。え、それペットボトルじゃない。あ、だからセブン、ちゃだから明日わざわざコンビニ寄らなくても行けるように事前に買っておきたかったのよ。うん、いや今日の公演は絶対間違えない、間違えないっていうか、いやそこさ、そこたのはちょっと初めてでね、びっくりしたね本当に。思わぬところで
ちょっと今セリフ言いたいぐらい練習させてほしい本当にだっておかしくない、はい録音されてます、まだ終わってないわ、黙りまーす、収めてそれをにお願いしたい、これならそうここなんだよな、アドリブっていうか、まあまあセリフとしセリフじゃないんだけど、まあもうその何回もやってるから言いたいことの意味は分かるから勝手になんか自分の言葉にして意味を伝えるんだけどやっぱぐだるんですよね。って言ってたところ、そうそこですそこです、あれやばいと思ってマジで時を戻そうって感じ、地獄だよね自分からすると。本日の反省点はそこです、そこだけやな、それ以外はねすごいすこぶる調子良かったんです。そうだから見に来てくれた人はまたね感想があったらゆっくり教えてください、ネタバレにならない程度に100分の舞台で私どんだけ喋ってんだろう、はあ、まあ95分ぐらいはステージにいるよね初めの方靴下に糸くずついてた、えやんな、えそうだね、そうなんですよ、びっくりした私も、1回目の会議かな、いつだろう、はけて靴下直そうと思って見たらえなんか糸くずついてて、えあんたどっから来たんみたいな、そっかバレてたか、全然気づかなかった、明日から気をつけるよ、気づくようにてか確認します、顔出すかなあ、明日は映像踊りもあるので頑張らねば、頑張らねば、ネバーギブアップ、2時え出すのって、出さなくてもいいなら出さないよ、けどみんな待ってんでしょ、どうせどうせ待ってるやろ、もう分かってんねん、照れるようじゃないのよ、ちょけてんな、円盤になる、いやわかんない、円盤か配信かどっちかわかんないですけど、はい、うん、ふー、どこでやろういやほんまになちょっと今起き上がったけどもう一回布団に倒れた、ちょっと本当に起き上がれない無理はあはあいや布団から出たと思うよ、もう一回戻った、寒くて普通にいい物語でダンスシーンも初めて見るものでとてもいい作品を見れましたよ、
ありがとう、頑張る。そう言ってもらえると嬉しい。頑張りがいがある。添い寝配信しません、しません。ブブ、ふう、顔出す出す詐欺やで今いや詐欺じゃないんです、ちゃんと出しますから、出しますから。ただちょっと本当に布団から出れない、やばいやばい、どうしようどうしよう。お、ステッキまたくれた、山ちゃんありがとう、 Thank you Love you フォロワー10人増える、いや大丈夫です、うん、そうだな、もう深ぶったままでええねんで、マジで。いやちょっと本当に動きたくないね、みんな助けて、動きたくないけど、でも私はね今から動かなあかんねん。なんでかってメイク落として、だから今から顔を洗わなあかんのよ、動かなあかんやん、マスカラまだ完全に取れてないから洗わなあかんやん、いやー、なに、バリカンで丸刈り詐欺してる TikToker が増えてるので、なやそのティックトッカー、しょうもな顔洗ってあげるよ、やば顔洗って出直すかい、あーいやだからそのまま寝ちゃうって、本当に今そのまま寝ちゃう感じなんです今完全に。あーけど待って、布団にいるけど今日帰ってきて 服着替えてない、きったね、最悪やん。あー終わったよし起きよう、起きたくないみんな、くそ起きるか、はあ、うんうん、そうだよね、頑張って起きなきゃな。とりあえず今から何をするべきか、着替える、着替えるか、着替えよう、とりあえず え、そう聞いて、今日さあの、まあ、舞台の場所が池袋なんで、まあ、池袋歩いてたらさ、正面から歩いて、正面から歩いてきたさ男の人がさ、私の色っちのパーカー着とって、めっちゃ焦ったびっくりした、でも相手は気づいてなかったから、まあ良かったんですけど。で私このパーカー、2色持ってて、お気に入りなんで。いや YNN パーカーなわけちゃうよ、そうだ、黒と白持ってて、今日黒着てて、したらその人白着てて、いや白私持ってると思ってよかったよ、相手には気づかれなくて。めっちゃさ気まずくない？なんかさ知らない人とさ、みんなはないそういう経験？私あるんだよね、知らない人とお揃いっていう。
YNN パーカーもそうやな、色地でいろんな色あるよね。見守りたい、ええって。知らない人と同じ生誕 T シャツはそりゃそうや。生誕 T シャツのお揃いはみんなにとってどうなんやろ、気まずいとかあるんかな、嬉しい、どうなんやろ。私は多ければ多いほど嬉しいんです、みんなが一緒に着てって、あの、ああもうありがたいなと。なんだってあれ生誕 T シャツもさ、私はめっちゃ毎年こだわって丁寧に、うん、書いてたからさ、だからさ、やっぱそれを手に取ってくれるっていうのはね、うん、私側からするとめちゃくちゃ嬉しくて、うん。ナンバーで同じシャツ着てた知らん人と喋ったことある。嘘でしょ、そんなことある、知らん人と。お服一緒っすねって。劇場とか近い席にならなければ OK。 ああなるほど、同担拒否。すーね、友達同士で私服が被ってたらその日は遊びたくなくなる。マジで。それはびっくりやな。オタ同士は仲間やから、あ、拒否じゃない。でもさ、なんかあれやんな、あの、わかるよ、あんまり隣になりたくないって。同じ服と会ったことないなあ。そう、わあ、マジ布団から離れたくないけど、とりあえず今着替えた。握手レーンの後ろで生誕 T に着替えてるやついたよなって。でもさ、もしさ推しがいっぱいいる人やったらさ、もう生誕 T シャツとかめっちゃ重ね着してんじゃん。3枚ぐらい。それやったらめっちゃおもろい。家着きました。あー、お疲れ様です。ちょっと一緒にみんな洗面所行こうぜ。もうほんまに配信終わってちょっとまた起き上がれる気がせんのんで。何時今、顔を洗うぜ、顔を、テロップに書いとこ、顔を洗うぜ。あ、メイク落とした顔ぶっさいく、びっくり。おでん屋さんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。長袖シャツの上に生誕 T 着てる人結構おるよね。おお、会場寒いとかそういうこと、そういうこと。あ、今からお出かけですか。ちゃうわ、寝るね。いやー、にしてもさ、にしてもさって何、何の話の続き。
生活感あふれる素晴らしい配信やって、ありがとう。お、ハズレチェキ僕の手元に届きました。バナナ、おお、見た見た、お買い上げありがとうございます。そしてね、あの弟に言いました、あの手に渡ったらしいよって。そしたら、ありがぽー、優しい世界ってきた。弟からのメッセージでした。右上に弟のサイン書いてるでしょ。だザッチ君のファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。マスクラ、マスクラ落ちてない、だるいだるいだるい。これさ、お湯にならないのかな。弟くん名前言わないっすよ、上で撮ればいいか。はあ、で、ミッションクリア。 Are you ready? あ、本当はお風呂に入りたいんだよ。無理。あ、そうだ、歯磨こうと思ったんだ。ちょっと、それはさすがにあれかな。弟のサイン、あ、何、見ると太陽くらい仲いいの。せやな、だいぶ仲いいですよ、うちら。弟のサインペイ、あ、そうそうそう、正解。ほれほれ。え、あゆれりおもろ、うまいで。うん、そう、弟のサイン、弟はねセンスありますね、愛の書くの。うん、アイレリーってどういう意味、準備 OK みたいな。あ、アユの塩焼き食べたいね。音響いてる？そう？歯磨きのヒャカヒャカをみんなも歯磨こう一緒に。ダブルサイン、とりあえず家宝にしとくわ。あの弟のサインだけじゃなくて、ちゃんと私もメッセージ多分なんか書いてる。バナナなんか検索みたいな。あの興奮するの後のその10本アニメみたいな棒得て、
バナナしか映ってない時なんやってやばい。ちゃうちゃう。ちゃうね。歯を磨くモチベーションになれ。顔出して歯磨きしてくれたらってそんな途中でおらんくなるやん。はい、寝ようか。顔出さんのか。出すて、出すてばな。にゃ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 。ふう、別室からお届けしよう。今日はもうあれなんで、自分の部屋から出るのめんどくさいから。ちょっと待ってくださいね。メイク落としシートをね、今出しました。え、歯磨きしながらえずく人ってたまにいてビビる。そんな人いるの？え、それ怖くない？なんだろう、私は女子の世界だからかな、そういうのないっすね。疲れてますね、顔が。ほら、ここになんかいるし、早く治ってほしい。AMSR、 チャイル ASMR じゃない、多分。こんばんは。どこを引っかいたん？ここです。もうね、だいぶ治ったんだよ、不思議なことに。治ったんだけど、俺のクローゼットが見えるじゃないか。あ、オートのマスセンソリーメリディアンレスポンス、どういう意味？どういう意味なんですか。さっきもっとまつげ折ったで、マスカラ。生活感しかない配信だ。
んなもんかね。ね、もうええやろ。顔を洗うぜ。だってもう終わる。寝よ、寝ようか。心地よい脳がゾワゾワするといった反応感覚ですって。 ASMR、すごいね。車降りんのだるいからやって。車で寝るの。一応家帰り。かわいそうにこの子。しばらく仕事をするモチベーションがなくなってしまった。そんなことある？モチベーションか、難しいね。モチベーションってどうやって作るんだろう。寝ます。おやすみ。じゃあ私も寝よう。ランキング読むかな。ではいきます。13位から空飛ぶうさぎさん、カレー大好きさん、ザッチくん、ケトケトさん、コーナーさん、岩の夫さん、タナさん、ワッキーさん、ショーパン、ヤマちゃん、ヒトヨくん、ホリッチさん。1位がショーくんでした。どうもありがとうございました。 Thank you。ポリポリ付き合ってくれてありがとう。みんな明日も頑張る。そっか、今日楽しみにしてたから。また次まで、次までのお楽しみってことで頑張ってください。めっちゃすっぴんやな顔。おやすみなさいませ。明日は2公演頑張ります。来てくださる方はお待ちしてます。ではそうにとる、いい夢を、いい夢を。バイバーイ。ありがとうございました。キルベ。